は定禅寺通りにあるこちらブライトリングブティック仙台。さあ本郷さん、今日はどんなものをおすすめしていただけるんでしょうか。はい、今日はちょっとカラフルなモデルのご紹介です。スーパーオーシャンヘリテージ57パステルパラダイスというモデルです。鮮やかな色合いがとっても綺麗なモデルですね。ダイバーズウォッチって感じですかね。もともとは1957年代の初代のスーパーオーシャンダイバーズウォッチをベースにしていて、そこから現代風にアレンジされた新しいデザインのモデルです。ダイバーズウォッチって聞くと夏のイメージっていうか、こちらのモデル付いているストラップもレザーのストラップが付いていますし、色合いがとてもカラフルなので冬のモノトーンのコーデのアクセントに合わせてもとても素敵だと思います。これベルトがレーザーだから、こうなんかつけた瞬間にヒヤッと冷たくないっていうか、それもいいですね。そうなんです、冬の空気の冷たい感じもなくつけていただけますね。すごいカラフルというか、あんまりブライトリングのイメージにはないですよね。レインボーカラーのインデックスは特に珍しくって、目的というよりはスタイルを楽しんでいただく、まさに現代の新しいブライトリングの形を表しているモデルです。